お疲れちゃんです、ラットです。だけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はねラバルでマルチやっていこうかなと思います。で今ねこのラバルがすごいね流行ってますね。まあいろんな方のラバルもまあ流行ってるんですけど、この方がまあ結構メインかなと思います。まああれですね、クエイクが結構流行ってたり、まあマジアチャコウモリだけとか、まあミニペッカとかが流行ってて、まあ、ラバルが流行ってるって感じですかね。まああとはスケラが若干多め、チェーンスケラとか特に多くて、まあそれに対してインドラと、まああと縦線サンガゴっていうのがスケラに対してすごい強いのかなと思いますね。よろしく。なんでまあ、これ結構あとは防衛がね、しょぼいので、このデッキ自体は。もう1個を取って、2-1 とかやっぱ3-1で勝つね、プランですね。よいしょ。うわー、これちょっと嫌ですね。どっちかに来る。これ雪玉とかだと悩ますね。おー、雪玉でしたね、本当に。まあ、ここでも意外とインドが頑張ってくれましたので、これも許容してラバル組んじゃいますね。雪玉が若干辛いですね。まあ、ですが、ラバル組んで、相手が、あー、マスケか。マスケでもまあまあ、うわバルキリー。ここ無視ですね。縦線出したとて、ダメージ受けちゃうので、バルーンからのザップ構えて、これマスケやっちゃっていいですね。マスケやりつつ、で、ザップ打って、オッケー。マスケもコウモリもこれで処理できましたね。まあ、これでぶっちゃけ1-1なので、ぶっちゃけね。多分ですが、あ、竹がバルーンに行ってる。やべえ。竹がバルーンはやべえ。これちょっとサンガゴを追加してもいいかもですね。気持ち暇なんでね。もっと早めに出せばよかったー。まあ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 、これはね、耐えます。次に、縦線、バルキリーが嫌ですね、個人的に。個人的には、非常にバルキリーが厄介ですが、まあ、ラバ組んで、まあ3、いや、でも1個ちょっと耐えたいですね、これは。これは気持ち耐えたいですね。で、これマスケ咲いたので、ここでバルーン飛ばせば、結構しんどいと思うんですよね、僕は。で、まあ、ザップ構えて、よいしょ、ザップ打って、またディガーもね、飛ばすと、まあ、雪玉からの、このインドラの処理が、相手は結構、だるいと思うので、ここで、インドが、オッケー、追ってくれますね。さあさあ、あとはバルキリーホグが、非常に嫌ですね。オッケー、オッケー、おいしいおいしい、このマスキー焼けたらおいしい。めっちゃいい。オッケー、ナイス？インドラ優秀ですね。で、ホグ来る。うん。オッケー、もうこれなんか許容ですね。一応、やらむって、雪玉来る。オッケー、オッケー。これ許容で、もう一個折っちゃいますね。いいですね。で、またバルーンを、まあ、こっちから流しつつ、ザップ構えますね。さっ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 さ。で、サンガゴデスケも処理して、オッケーオッケー。で、マスケも処理できて、いや、いい感じですね。あと、インドラとかがね、相手はなかなか溶かすのがきついと思うので、インドラも使いつつ攻め立てたい。そう。いやー、完璧ですね。なんかこう、守りきれないんですよね。やっぱ、相手の防衛、攻めか。攻めを、こう、ちゃんと守ることはできないんですけど、こう、守ってユニットを残して、カウンターにね、つなげることはできるので、こう、まあ、言ったらゴレ、ラバー、とか、まあ、大型系を使うで、まあ、使う方はね、こういう立ち回りを覚えると、結構ね、勝ちやすくなるというか、こう、なんか、大型なんですけど、やっぱ 1-0 で勝つ大型デッキもやっぱあるんですよね。こう、防衛して、防衛してとか、あるんですけど、今回のこのラバルは、まあ、防衛はするんですけども、なんていうんですかね、完璧に、まあ、ユニットが残る守り方をするっていう感じですね。ダメージを防ぐ守り方というよりは、まあ、ダメージ受けていいので、カウンターにつなげて、相手が攻撃してきたダメージの、もうさらに倍でね、倍でこうカウンターしていくっていう、まあ、イメージかなと思います。さっきの結構いい感じだったと思いますね。もうバルキリーホグ来てもインドラだけで。で、ちょっと待ってから柳雨とか打つことによって、雪玉を誘って、まあ、コストを使わせて、よりね、フルカウンターを狙っていくと、まあ、言ったところですね。よろしく。で、まあ、ヤナムザップなので、まあ、ディガーもあるんで、別にマスケとかマジアチャはね、なんとかなるんですけど、まあ、こう、ライドラとかがね、結構きつい印象ありますね。これもラバ出しちゃいますね。早かったかもしれないんですけど、言うて逆サイ来ても、サンガゴとかで許容しつつ、もうバルーン組んで、結構きついと思いますね。ぶっちゃけインド合わせでもよかったですが、はい。
バルーン組んで、サンガゴでダクネ処理しつつ、まあ、ライトニングがもしかしたらいけますね。ああ、いや、これ、ディガーワンチャン間に合えば。ああ、間に合わないですね。タゲがバルーンに行っちゃってますね。まあ、言うてみたいな。サンガゴが頑張れば。まあまあまあ。スケラかなスケラだったらちょっと厄介だな。あ、でも、ダメージは結構入っていますね。これスケラって言ったら美味しいな。打って欲しかったのであるっすね。これ、カード回しでザップですね。今、ちょっとケツラバしたい状況だったんですけど、なかったので。で、これ一回守りますか。一回、ダクネベビーメガゴでしたね。で、ダクネは、縦線で囲みつつの、処理する間際で柳雨とかかなと思ったんですけども。ちょっとね、いや、ベビー来るかな。ベビー来ないでほしい。いや、来なければワンチャンある。来なければ意外とね、耐えれますね。これ、インドラが勝ってほしいので、ザップまで打って。で、これ多分ヤナメで、あ、いらない！ヤナメいらない！今のもったいないですね。ちょっと、判断が、ちょっとカスでしたが、まあまあまあ。で、次が相手が組んで、あー、これね、非常にありがたいですね、僕としては。正直。もうこれ、逆サイ行っちゃいますか。言うて、この小屋に、ああ、ゴール来ますね。これ、許容ゲーミングかな。まあ、でも守れそうなので、インドぐらい合わせて、まあ、ぶっちゃけ2-1ぐらい狙ってもいいですけどね。ラバル、組んで、で、ベビドラがどこに来るかっすね。こっちに来るか、あっちに来るかですごい変わるんですが。あっちに来たので、これ守れますね、ぶっちゃけ。いや、ぶっちゃけですけどね。いや、守れないかな。まあまあまあ。焦るな、ボーイズ。いや、待ってよ。後ろがやべ、後ろがやべ。やべ、滝がやべ。これ、さてやばい。あ、さてはやべ。え、待って。さてはムーディー勝山。ムーディー、まあ。こういうこともありますね。はい。いや、これはね、どうしたらよかっただろう。まあ、キング僕がもっと言ってもよかったかもっすね。一回、最後左か。インドさんがご立て線で守ろうとしてたのを、攻めでラバールインドか。ラバールインドまで攻めで組んじゃった方が、正直よかったかもしれないですね。ラバールインド組んで、まあ、一個相手も、ゴレダクで組んで、の、まあ、そっから、頑張ってこう、ゴレじゃなくて、ゴレの後衛からしっかり処理してれば、意外と良かったかなと思いますね。しっかりディガーでムート、そして、ま、サンガゴでダクネに当てて、ダクネが、あと HP ちょっとになったらヤナメ当てて、っていうのを、ユニット一体一体に対して確実にこう処理当ててれば、最後あんな感じになることもなかったかなと思いますね。はい。サンドいただきました。ラバ展開します。はい。でね、まあ、3が終わるので、うわー、ロケット押しか。あれ、やらむっちゃ痛いですけどね。どうしよう。非常に打ちたいですね。あー、ちょっとうざい。まあ、ですが、もうバルーン組んで。あ、これワンチャンやべえ。バルーン先行する？あぶねー。うわ、ロケットか。あ、待って、え？そんなことある？そんなことあります？皆さん。ねえ。相手自分からあそこの位置にテスラ置いたのに。そんなことありますか？いや、これね、バルーン残ってるので、ちょ、ここで縦線割いて、ターゲットをこっちに欲しいですね。ターゲットこっちにして、まあでも相手諦めましたね。いや、これまあ、脳幹ってことで、もう実戦やりましょうか。ラッキー。まあなんか、ラッキーですね。ゴレとかラバとか、まあエリゴレとか、特に大型使うと、スパーキーとかもですね、こう、相手の処理ミスで勝てることがやっぱ、たびたびあるので、それは非常にラッキーですね。逆に高回転を使ってると、こうミスしなければ勝てるのにっていうのはね、よくあるかなと思います。ミスしなければ逆にこうめちゃくちゃ強い高回転デッキはね、そういう強みがありますね。なんですけど、大型はまあミスが何回かあっても、こう相手がやっぱね、防衛うまくできないとかもよくあって、勝ち切ることがね、できるかなと思います。まあそれが強みだったり弱みだったり、まあいろいろあると思うんですけども、よろしく。いいな、焼肉ちょっと食いたいっすね。焼肉。この人、26の人ですね。26の人だと思います。ホグ来て3学校で許容して、ケツラボですね。これ完封できないな。別にザップとかいらないんですよね。
ザップとかいらないので、ここで相手もホグ使ったのでケツラバ組んで、まあバルーン組めたら本当はいいんですけど、バルーンないのでラバインとかな。で次ホグ来たら縦線だけで守ります。あー、そうなんだ。これザップでいいっすね。からの、おお、あ、これインドラ、おお、これなんかおしゃれっすね、相手の防衛。これヤラムまで打っちゃおう。ヤラム打って、しかもディガーは殴ってるので、このインドラが、うわやば、その位置のスケえぐいっすね。あ、さっきましたね。これがまあこの大型デッキの強さ。まあラバルだけだとあれなんですけど、ラバルディガーのね、このディガーがやっぱ強いっすね。一応受けて、いやまあ武士でもよかったかな正直。まあですが、これもう一回縦線で受けて、これあれですね、また相手が保護を使ったばっかなので、ここで後ろからラバ組んでバルーン組んでディガー飛ばして終わりですね。っていう、まあ結構相性を取れるデッキがいっぱいありますね。逆に相性を取られるデッキもあるんですけども、組みまーす。で、アイゴレスケとか来たらザップでいいですね。エリアド結構取ってますね。相手が攻めた後で、アイゴレか、はいはい。このバルーン組んじゃって、まあインドでもいいですけどね、正直。これも、捨てます。いや、捨て、まあ捨てていいですね。これ三角からの、そう、真ん中マスク絶対来ると思ったので、これザップった方がいいですね。バルーンが残る。あ、残る。おい、来た。いいザップですね。で、これもう2周目バルーンやってあげたら相手マスケットないので、防衛できないと思います。さっきのホグは相手のタイミングやっぱ上手いので、守れないんですよね。そう。僕が守れないタイミングで攻めてきてるので、無理に守ると、逆にあっちのこう、思い通りになっちゃうので、あそこを無視して、こう、さっきのね、マスケットを処理できれば、こんな感じでね、攻めが結構通るんじゃないかなと思います。というわけで、いや、ラバルちょっといい感じですね、この方。はい、ちょっと今季強いみたいなので、良ければね、皆さんも、この方かな、ウィザードとか多いなら、ヤナアメの枠ファイボーとかでもね、すごいいいかなと思います。ワンチャンファイブザップでもいい気もしますが、ヤナアメもね、強いです。ディガープラスヤナアメで待ち合わせとかマスケ、ウィザードも別に処理できると思うので、よければその辺もね、意識してやってみてください。では、ご視聴ありがとうございました。よければね、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。では、またね。